再生治療っていうのもありますよ。増やした細胞を元に戻してやるんですけど、細胞自体を赤返らせるっていうかね、周りの細胞がですね元気になって綺麗になるってね、うん、これがもっと広がってったら、うん、みんな若々しいままでいれますよねそうね、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。先生、うん、先生から肌にいい食べ物とかいろんな方法とかも聞いてきたんですけど、うんうん、もっともっと若々しくなれる方法とか肌のツヤ良くする方法とかなんかないですか欲張りだね欲張りですよ。綺麗にはもう貪欲ですよ、うん、そうですね。肌ね、いろんな方法ありますけど、再生治療っていうのもありますよ。再生治療ですか、うん、何ですか先生それ、まあ、失ったものを再生するとかってそういう意味もあるし、若返りっていう意味もあるんですよね。細胞を使ってね、肌に特別なことをしてね、若返らせるっていう方法があるんですよ。へえ。自分のね細胞を取ってですね、はい、脂肪細胞とかがよく使われるんですよね、うん、それからね羊膜って言ってね、うん、赤ちゃんができる時に包まれてる膜があるんですけどね、その膜を使ったりとか、はい、それからね耳の後ろのね耳下腺っていうところの細胞を取ってきたりとかね、まあいろいろするんですよ。取ってきた細胞を培養してね、たくさん増やすわけです。1000倍とか1万倍とかね、増やした細胞を元に戻してやるんですけど、細胞自体を赤返らせるっていうかね、まあ、iPS 細胞ってあるでしょ。聞いたことある、うん、あれはね何にでもなれる細胞なんですね。簡単に言うとそれよりも制限はあるんですけど、それでもいろんな細胞になれる細胞っていうのが作ることできるわけです。でそういう状態にして増やしてあげて、元へ戻された細胞が周りに対してですね、状態を良くするような作用のある生体活性物質っていうんですけどね、まあ、そうやってねとにかく周りの細胞に影響を与えるような物質をねたくさん出すような、そういう細胞の状態にしてあげて戻してあげるとね、周りの細胞がですね元気になって綺麗になるってね、うん、簡単に言うとねそれが再生医療、はい、うん、例えばね膝の痛みとか膝関節症、膝関節症っていう病気がありますけどね、そういうのにも効いたりとか、まあお肌の場合もねそういった再生医療はあるんですよ。ただねすごい高いですよ。いや高そうだなと思いますし、高そうでしょ、まあ聞くからにね。どうやってでその自分の細胞を取り入れていくんだろうとか、なんかいろいろ方法も気になってきます。うん、注射でこう入れてあげるんですね、こういうところとか、うん、細胞を取るところから始まって、はい、特別な条件で増やしたりとか、工程が複雑ですから何十万ってかかるんです、費用としては。方法は分かったんですけど、じゃあ元からこういう再生医療っていうものはあったんですか。まあ、いろんな臓器がね失われるような状態ってあるわけですね。例えば大怪我をするとかね、それから皮膚の場合はね火傷ですよね。火傷した皮膚を何とかするっていうね、体の表面の何パーセント以上が失われるとどれぐらい危険になるかっていうね、いくつかの基準があるんですけど、熱傷の治療についてはね、まあ、いろんな方法が過去からあって、皮膚を取ってきてそれを培養してね貼り付けてっていう方法がいろいろあったんですけど、幹細胞っていう要するに自分の細胞を取ってきてそれをもっといろんな細胞になれるような細胞にねして、それを増やしてっていうね、まあ、それに新しいいろんな技術や知識がそれに、まあ、詰め込まれて発展してきてるっていう感じですよね。いいなと思う反面、うん、ちょっと怖いなって部分もあるんですけど、うん、再生医療に関してはね危険ももちろん考えられてはいますよね。ただね、まあ、今のところねあんまり危険はないんですよ。最大の問題はね、そういったものが増えすぎちゃってコントロールが効かなくなることはないのかっていう、まあ、そういう心配はどうしてもつきまとうんですけどね。ただねもう一つ方法があってですね、細胞を元に入れてあげるっていう場合は自分の細胞でないと拒絶反応を起こすわけですよね。それ輸血とかと同じようにね、細胞を培養する時のね培養液、その液体の中にもたくさんそういう生体の活性物質っていうのが放出されてるわけです。だから細胞は取らずにその上澄み液だけを取って、上澄み液だけを注射するっていう方法もあるんですね。でそれだとね自分の細胞でなくても大丈夫なんですよ。そうなんですか。うん、でその方が費用的にも安いですよね。簡単ですよね、自分の細胞取らなくていいし培養しなくていいからね。例えば甲状腺ホルモンとかね、インスリンとかも全部そうなんですけど、ホルモンを出してる作ってる細胞は人によって違いますけど、出してるものは同じなんですよ、うん、ホルモン自体はね誰にでも共通だから、でそういうものを使うっていうことですよね。
なんかすごい未来すぎてあまりにもちょっと想像がつかないんですけど、うん、まあとにかくね、幹細胞についてのね、知識が増えて、経験が増えて、データが増えてくるとね、いろんなものに使えるでしょうっていうことですね。その培養の仕方もね、シートの上に培養したりとか、攪拌しながらね培養したりとか、いろんな培養の方法があるわけですよ。細胞ってのはいろんな形になったり、いろんな機能を持ったりとかね、機能をなくしたりとかですね、まあいろんなことが起こるわけです。でそういうものをこうやったらどうだろうって、まあいろいろやっていって効果を確かめたり、何か問題点はないかってね探していって、問題点も何もないですね、効果はこれぐらいありますねってことになると、それが治療に使えますよってことですね。これがもっと広がっていったら、みんな若々しいままでいれますよねそうね、ただしお金のある人だけね、そういうことですよね。だからまあそれはねしょうがないと思いますけどね、まあそれがね、肌を若々しくするための肌の再生医療の仕組みというか、それの大雑把な話ですね。でも本当に再生医療がもっともっと進んだら、なんかこう若々しさもそうですし、今ちょろっと話出ましたけど膝の軟骨でしたっけ、なんかどん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 生きていくことがまた楽しくなりそうですね。普通はね、だん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 老いていけば、体のパーツごとに少しずつ問題が出てくるわけですよね。でたまたま心臓に来たり、たまたまその海馬に来ればアルツハイマーだかもしれないしね、膝に来ればそういう関節症になるかもしれないし、いろいろですけども、パーツごとにバラバラに老化が始まって病気になっていくっていうことは、そのパーツだけ直してあげれば、その人のクオリティオブライフっていうのが改善されるわけですよね。孫と一緒に遊びに行きたいっていうね、そういう人たちにとっては膝の痛みさえ取れれば人生楽しくなるはずなんですよね。なんかすごい今日は美容の若々しさだったんですけど、もっとなんか先の人生とか未来まで考えられる、なんかそういう楽しい、なんかちょっとワクワクしてきました。そうだからね、やっぱり医療っていうのはね、そういうことを考えると、研究に携わるっていうのはね、すごくねこうワクワクするんですよ。だから僕もアメリカに11年もいたんですけどね。まあそういうことですね。はい、気になるけどもうちょっといろいろ話聞いてみたいですよね。まあまたこういう話しましょうか。はい、ね、カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか。私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はね、タガミンが若くいたいとか若返りたいって話をもとに、再生医療についてねちょっとだけ話しましたけど、お役に立ちましたでしょうか。役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。